秋季練習に合流した阪神小屋の栄一打撃チーフコーチ、撮影林俊幸阪神小屋の栄一新打撃チーフコーチ44が27日甲子園での秋季練習に初めて参加し、中野拓夢内野手28らに指導を行った。つかみは完璧だった。小屋の新打撃チーフコーチが甲子園での秋季練習に合流。練習前の円陣でユーモアたっぷりの初心表明だ。顔が怖くて話しかけにくいかと思うけど、そこは安心してください。ヒゲを蓄え、177センチ、88キロと貫禄10分の新コーチの第一声に、藤川監督やナインの笑いが球場内に響き渡った。打撃練習が始まると、真剣な眼差しに変貌。真っ先に目に留めたのは、来季8年目の熊谷だ。小屋のコーチはアドバイスというほどの感じじゃないと多くは語らなかったが、熊谷は内容はスイング時の右足の使い方でした。気さくに話しかけてくれるのでどんどん聞きに行きたい。1日でこわもてコーチと打ち解けた様子だった。小屋のコーチは全体練習が終わると上本打撃コーチと共に室内練習場へ。4年目の今季、自己ワーストの打率232に終わった中野の徳田を見守った。巻き返しに燃える選手会長は、自分のスイングができるポイントでしっかりと打つことを意識しなさいと言われたとアドバイスの一端を明かした。コミュニケーションを重んじる藤川新体制。トラナインの心をつかんだ小屋のコーチの周りには、玉拾い中に、佐藤明らが歩み寄って談笑するシーンがあった。藤川監督はまた新しい目で見てもらえるという選手の景色がすごく大事かなと思う。いい秋になりそうだなと目を細めた。みんな思っていた以上に触れる。いろんなものが噛み合えばもっとレベルアップできるような選手はたくさんいる。今季のチーム打率242、同本塁打67本は共にリーグ5位。これも連覇を逃した理由の一つだ。2010年にパリーグ打点王に輝いた小屋のコーチが猛虎打線再生に向けて睨みを利かせる。三木健二